広島対ヤクルト、この一戦をお送りいたします。この放送の解説は田尾康之さん、黒木智弘さん、以上この二方の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして選手のコメントを届けてくれるリポーターです。はい、選手たちのメッセージやベンチ裏の情報を正確にお知らせいたします。どうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。カープのスターティングピッチャー、石野、スワローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、スワローズの攻撃。この回の先頭バッター、イーハル。1番、レフト、イーハラ。背番号9。最初の1球は何か。初球インコース。スワローズ、今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。胸元へ決めてきました。キャッチャーのサインはインコース外れてワンボールツーストライク。ここは外してきました。三振。そして次の2番田中広康。どこに入れてくるんでしょうか。最初から際どいコースを狙ってきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。2球目はどうか。ストレート、低い打球です。落ちた。ライトの前、ワンバウンド。ヒットになる。ライトへの打球はヒットになりました。さあ、そしてクリーンナップを迎えます。青木。何から持ってくる。タイミング、このままキャンバスを踏んでアウトになります。タッチしてアウト。これで3アウトチェンジ。1回の表終了。スワローズ、最後はダブルプレーに終わりました。そしてスワローズの先発ピッチャー吉野、カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、カープの攻撃。トップバッターは1番豊田。バッターボックスに入ります。最初は変化球できました。ここは1球外します。これはストレート、低め2つ持っていきました。3球目はどうする。外、外れてボール。バッティングカウントからの4球目。ここは見ます。
次が5球目。スライダー決まった。ボールを捉えられませんでした。次のバッターに変わります。東出バッターボックスに入ります。なおさん、今日の練習を見ていてちょっとバッターの状態が気になるとおっしゃってましたね。今日はね、あまり体調良さそうじゃないですね。最初の1球、初球は手を出しません。152キロです。2球目、外れています。ストレートを持ってきました。147キロです。センターへヒットになります。打ったバッターは一塁を蹴った。ボールは中堅のセカンドへ。センターへのヒットが出ました。打順が変わります。広瀬、ランナー返せるんでしょうか。先制のチャンスです。第1球は初球コーナーをついてきました。どう攻めるのか。この球は見ます。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。いい球来ましたね。そうですよね、気迫のようなものを感じますよね。球速、コース、もう完璧ですよ。さあ、次も力し、三球三振。アウトが2つになって次のバッターになります。栗原、初回からリードを取っていけるでしょうか。どこに入れてくるか。最初はストレートから持ってきました。高めのインコース、ボール球に思わずバットが出ました。次が3球目、大きい大きい、行ったか入ったか、文句なし入りました。先制のツーランホームラン。前に見事に応えた。ストレートを打ち返した打球はあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。今ホームイン2対0。選手全員が出迎えます。2点先制、初回から優位に立っていきます。バッター、トレーシー。第1球、まずは見送りました。これはまっすぐ、1球2球と続けてボールを投げてきました。放送席の山口さん、はい、一塁側からお伝えします。はい、どうぞお願いします。今のホームランについて話を聞いてきました。打ったのは真ん中のまっすぐ、これで満足せずにね、1本でも多く打てるように頑張りますということでした。放送席山口さん、どうぞ。はい、ありがとうございました。これはストレート。ゲームは初回から動き出しています。バッティングカウントになったが、外の球、これは入っていました。2対0、カープがリードしています。
ドもいい当たり。初回からいきなりホームランを打たれています。ライトです。あっと当てるのが精一杯。右に持っていった。右中間に上がった。取りました。これで3アウトチェンジ。1回の表裏終了。カープ2対0先制しました。2回の表スワローズの攻撃。トップバッターホワイトソン。このゲーム最初のバッターボックスになります。まず際どいコースから入りました。次のボールはこれは変化球。外へ2つ続けました。際どく攻めるのか。外を一球外しました。大きな打球になった。三振。次のバッターに変わります。畠山、今日の第一打席に入りました。どこから行くか。まず空振りが当たりません。思わずバットが出てしまったでしょうか。三遊間はどうだ。一塁に送ります。アウト。一塁はアウト。ショートゴロに終わりました。バッター浜中。初球はどうか。最初はチェンジアップを持ってきました。次の2球目、ここは見送ります。アウトコース。これで追い込みました。三振。スリーアウトチェンジ。これが今の三振です。さあカープ、この後6番から始まります。2回の裏カープの攻撃。トップバッター岩本、今日の第一打席になります。打たされました。ちょっと上がった。ピッチャーフライに終わりました。下位打線に回ります。甘井、このゲーム最初のバッターボックスになります。背番号49。ストレート、セカンドへの打球、一塁へ送ります。これはアウトです。セカンドゴロに終わっています。次
次のバッターに変わります。石原。何を投げてくるか。最初は外に持ってきました。2-0、カープがリードしています。これはまっすぐ。このボール球には手を出しません。思ったより伸びませんでしたね。まあ、打球にちょっと勢いなかったですよね。ですよね。まあ、ちょっと力負けしてますよね。そうですね。思いのほかボールに力があったということなんでしょう。さあスワローズ、次の攻撃は下位打線からとなります。3回の表スワローズの攻撃、この回の先頭バッター宮本。当てただけ。右への打球になりました。打ち上げただけになりました。ライトフライに終わりました。バッターライカ打席に入ります。まずはストライクを取りました。黒木さん、ピッチャーの調子は良さそうですよね。まだ序盤なんですよね。本当に安心して見れる、そんな投球してますよね。ここまで危なげないピッチングですからね。今日は心配なく見られそうです。はい、このゲームはいい投球と言っていいんでしょう。2球目です。あっと弾いた。今拾ったかどうか。一塁へ。アウト。なんとかカバーしました。ピッチャーに回ります。吉野、バッターボックスに入ります。今のは危ないボール。初球は手を出しません。2球目はどうでしょう。ストレート落ちました。ファウルです。決めてきます。枠いっぱいに決めてきました。次の4球目。あっと見逃し三振、スリーアウト。3回の表が終了。スワローズ、この回も3人で攻撃が終了しています。3回の裏カープの攻撃、バッター篠田、今日の第一打席になります。最初は高めに持ってきました。いやー黒木さん、ナイスボールですよね。いいボールが来ましたね。何かこう気持ちが前に出ているようなボールでしたよね。ボールが走ってますよ。この後も素晴らしい投球を期待したいです。次の2球目、今度は変化球。さあ3球目、ここはストレート。バッティングカウントになった。外の次は中、低いボールできました。
バッターに当たりそうなボールでした。今のはボールになります。さあフルカウント第6球。あっとスイングアウト。ここで打順が一巡します。豊田バッターボックスに入ります。最初は見ていきます。おお、これは見送ってボール。低めのストライク。ここは追い込んでいます。ストレート、サードへの当たり、一塁へ送ります。アウト。サードゴロに終わっています。そしてバッターは2番東出。まずはストライク、149キロです。2球目はどうでしょう。インコース、外へ持ってきました。打った低い当たりになった。レフトの前に落ちた。ワンバウンドヒット。今のがこの試合2本目のヒット。さあクリーンナップへと入っていきます。広瀬バッターボックスに入ります。初球です。その初球は外のボール。2球目、低めのボールは入りません。3球目、インコース、思わずバットが出ました。次が4球目。高め、低い打球になりました。ワンバウンドフェア、ヘッド線に抜けました。バッターランナーは二塁を狙った。中継のショートへ。ツーベースヒット。そして4番バッター登場です。栗原、その注目のバッターボックスです。田尾さん、一発がある期待のできるバッターに回ってきました。ここはホームランも期待できますからね。ですよね。ちょっと今のは危ないボール。まずこれは大きく外れました。これは変化球、1球2球とボールから入りました。3球目はどうする。高めのボール手を出しました。バッティングカウントからの4球目、低
いボール、この打球はファウルになります。さあ何を見せるか。ストレート打って低い当たりになった。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。タオさん、少し簡単に行き過ぎたのでしょうか。ちょっとこの攻撃はねもったいないですよね。はい、ここは大事に行きたかった場面でした。さあスワローズ、この後トップバッターからの打順となります。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。なるほどね。とにかくピッチャーに嫌な打者だなと思わせたいでしょうね。どんなボールをどう打つか今後の印象になっていきます。初球振りません。2球目はどうか。変化しました。低い打球になりました。抑えた。1塁へ。ナイスフィールディング、アウトです。いやー、パオさん素晴らしい守備を見せてくれました。いい当たりだったんですけど本当によく取りました。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。さあチームを盛り上げる見事な守備です。まあこれ日頃からの野球姿勢が集約されたプレーでしたね。なるほど、一朝一夕でできるプレーではないですね。そして次の2番田中裕康。どこから攻めるか。初球見送っていきます。いいところへ決めてきます。次のボールは外のボール球、振っていきました。低めを打って低い当たりになった。一塁へ送ります。アウト。そして次の3番青木、打席に入ります。何から持ってくるか。追っていく追っていく、センターに上がった。追いかける追いかける、取ってスリーアウトチェンジ。接戦が続きます。いやどっちのチームも穴がないですね。展開を読むのが難しい試合ですね。4回の裏カープの攻撃、先頭のバッタートレイシー。まずはストレートきました。ここは外してきました。外角低めのストライク、これも外めに行きました。2対0カープがリードしています。決まりました。落ちる球で2ストライク目を取りました。トレーシー、鮮やかな守備を披露してのこのバッターボックスです。次の4球目打っていった、ファーストへの打球取りました。これはアウトになります。ファーストゴロに終わりました。まあよく粘って投げてますよ。味方を信じて守りきることでしょうね。そうですね、チームメイトを信じないと野球にならないですよね。まあここは信頼することで思い切った球が初めて投げられますからね。初球わずかに外れてボール。直球で決めました。
次は高め、打ちをつきます。スライダーで追い込んでいます。打ちました。低い打球になりました。一塁送球、ナイスフィールディング。守備でチームに貢献します。いやー、タオさん、ナイスプレーですね。いい守備を見せましたね。いや、ナイスプレーです。ほんと固い守りでしたね。ショートゴロに倒れました。打順が変わります。アマリ、どこに入れてくるか。まずは初球見送りました。2球目はどうでしょう。今のはボールになります。1球2球と外へ行きました。高めの球、タオさん、ちょっと際どかったんじゃないですか。際どいですけどね。次が5球目。今のはボールになります。あ、ボール3まで来ましたよ。ですよね。なんと歩かせてしまいました。ピッチャーの調子から試合が動き出すんじゃないでしょうか。さあ、どうなんでしょう。悪い兆しのフォアボールなんでしょうか。そして次の8番石原、ファーストランナーがスタートします。振っていった、盗塁成功。やはりタオさん、ここで走ってきましたね。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。この警戒をかいくぐってですからね。でも足速いですね。ですよね。2アウトランナーなしからフォアボールを出しています。2球目はどう攻める。ここはまっすぐ、左への打球です。ご注意ください。さあ、4球目、今度は外、さあ何を見せるか。ストレート打ちました。左への打球。さあ6球目はどうする。変化球、打球はセカンドへ、一塁へ送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあ、スワローズ2点を追いかけます。5回の表、スワローズの攻撃。この回の先頭バッター、ホワイトス打席に入ります。1球目狙っていって当たりません。次のボールは、この球は見ます。
球は入りません。バッティングカウントになった。ストレート、次が5球目。ああ、フォアボール。フォアボールのランナーを出しました。次のバッターを迎えます。畠山、打席に入ります。どこから行くか。まずは見送りました。次の2球目、これもスライダー。次が3球目、低めのボール入ったか。フォアボールでランナーを出しています。バッティングカウントからの4球目、フライになった。前進、前進します。ヒットになった。これがこの試合初めてのヒットになります。さあ、そして6番に回ります。浜中、ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。どこから狙うか。バントした。上がった。これでワンアウト。ランナーはそのままワンアウトです。次のバッターとなります。宮本、得点のシーンを演出できるんでしょうか。初球、村本インコースに来ました。この球は外れています。ボール2つ続きました。今度はまっすぐ来ました。次のボールはストレートのフォアボール。このフォアボールで満塁となります。ピッチャーの元に駆け寄りました。自分のバッティングをすればいいですよ。結果としてタイムリーになりますからね。そうですね。特別なバッティングをしても結果に結びつきにくいですよね。自然体で勝負することが大事ですよ。最初の1球は何か。まずはボールから入りました。ここは外してきました。これはまっすぐ。自らピンチを招いています。この球は手が出せないか。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。次が4球目。あっと、空振り三振。ボール球を振ってしまいました。もう一度ただいまの三振をご覧いただきます。ツーアウトで次のバッターを迎えます。吉野、ランナーを返していけるでしょうか。
どう組み立ててくるか。後ろに下がる、下がる、上がっています。後ろに下がった、下がった、深いところに落ちた、ヒットになります。サードランナーがホームベースを踏みました。今セカンドランナーもホームイン。まあでも本当これでまた面白くなりますよ。さあ試合は振り出し、どんな展開が待っているんでしょう。今日の展開は読めませんね。ランナーを返したいバッターボックスです。そうですね、打点はチームへの最大の貢献ですからね。なんとかランナーを返したいですね。ここはピッチャーを攻略する山ですからね。一気に流れを呼び込みたいところです。どこから攻めるか。ストレート、上がりません。これでこの回3本目のヒット。三塁ランナー今ホームイン。いやー、うまく運びましたね。ここから主導権取っていきたいところですよ。勝ち越すことによって攻め方にも変化が出ますね。大胆に攻めていくことができますよ。そして2番田中、その注目のバッターボックスです。田尾さん、この選手はランナーを置いてのバッティングでは結果が残せていませんね。ちょっとね、チャンスに弱いのが心配ですけどね。そうですよね。なんかチャンスになるとね、あまりヒットがないんですよ。はい、ちょっとチャンスの場面では数字が寂しくなっています。初球振りません。バッテリー1球外してきました。取って一塁に送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ここで逆転、ピッチングが乱れました。少し捕まえかけましたね。次の攻撃で援護してほしいですね。逆転そして再逆転とヒートアップした試合が見たいものです。5回の裏カープの攻撃、バッター篠田、次へとつないでいけるでしょうか。まずは簡単にストライクが来ました。2球目はどうでしょう。速いボール持ってきました。150キロです。次の配球はボールです。次の4球目、ストレート、打順がトップに帰ってきます。豊木打席に入ります。初球はります。これで追い込みました。様子を見ていった。今のはちょっと危ない投球です。今のはボールになります。ここは1球外します。さあ4球目、落ちました。中途半端な当たりになりました。これはアウトです。ファーストゴロに倒れました。そしてバッターは2番東でバッターボックスに入ります。まず最初のボールを決めていきました。いいところへ決めてきます。どう攻めるのか。外の次は内に持ってきました。
追い込みました。152キロです。キャッチャーの要求は、まっすぐできました。セカンドへの打球、一塁へ送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。ゲームは5回まで終了しています。カープ2回目の三者凡退に倒れています。マツダスタジアムは6回の表、スワローズの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。青木最初の1球、初球見送っていきます。次の2球目、ストレート、スライダー、インコースストライク、厳しいところに決まりました。見逃し三振、最後はバットを出しませんでした。そして次の4番ホワイトス、どこから狙うか。最初はインコースから来ました。どう攻めるのか。外のボール、キャッチャーのサインは内への球、次の4球目、変化球打って低い当たりになった。そして次の5番畠山、バッターボックスに入ります。まずは初球ストレート、これは外れました。外へ2つ続けました。3球目はどうする。ストライクが入りました。バッティングカウントになったが、ストレートで2ストライク目を取りました。
鋭い打球。ストレートを打って打球は三遊間へ。取った。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。6回の表までゲームは終了しています。スワローズ4回目の三者凡退に倒れています。6回の裏カープの攻撃、この回はクリーンナップから始まっていきます。広瀬、どこに入れてくるか。最初は変化球、空振りです。2球目はどう攻めるか。おっと、入っています。149キロのストレート。空振り。まっすぐの球当てさせませんでした。これが今の三振です。バッターは4番栗原。まずは初球見送りました。2球目はどうでしょう。これはストレート、枠をいっぱいに使ってきます。3球目、このストレートはわずかに外、このボール球には引っかかりませんでした。バッティングカウントになった。スライダー、さあ何を見せるか。ストレート打ちました。ボテボテのゴロになりました。取りました。一塁へ送ります。アウト。この頼もしい守備がバックにいます。いやー、パオさん、見事なプレーでしたね。いい守備を見せましたね。いや、ナイスプレーです。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。このしなやかな動きがファインプレーにつながっています。しかし足の運び、体の持っていき方、お手本のような選手ですね。コーチの指導もいいんでしょうね。次のバッターに変わります。トレイシー、バッターボックスに入ります。初球ヒッティング、いい当たり。同点のランナー、ツーアウトからヒットで出ます。ボールは中継のショートへ。レフトへのツーベースヒット、ホームランが欲しい場面での登場です。岩本、その注目のバッターボックスです。ああ、黒木さん、やはり敬遠ですか。そうですね、歩かせますね。なるほど、この後の展開を考えるとそうかもしれませんね。やはり敬遠です。次のバッターとの勝負を選択しました。これで3ボール。
勝負にはいきません。歩かせて塁を埋めました。さあさあ、ここで代打を起用します。カープベンチはここで勝負に出ました。まあ、ここは勝負と見ましたかね。ここで動きがあるかもしれませんね。背番号25、打ってセンターに持っていきました。ヒットになった。采配的中。まずはインハイで体を起こしてから外に攻めていきたいですね。かなりバッターがベースに覆いかぶさっていますが、どうでしょう。いやー、ここは強気で攻めないとやられますよ。どこから狙うか。これもいい当たりだ。2球目です。低いところへ決めてきました。左に持っていきました。前に出る。前に出ます。打ったバッターは二塁へ向かいます。サードランナーがホームに帰ります。センターからセカンドへ。サードランナーに続いてセカンドランナーもホームイン。バッテリーの組み立てがうまくいってないですね。ベンチも辛いと思いますよ。コンビネーションがうまく機能していないんですね。そうですね、相性なんかもありますからね。さあ、この追加点のチャンス。さあ、ここで代打の登場。ピッチャーに変えて代打です。タオさん、ここでピッチャーを変えますね。変えてきましたね。これはどうしてもここで点が欲しいんでしょうね。そうですね、点差を広げて逃げ切るつもりでしょうね。変えたピッチャーのためにもチャンスを作りたい場面です。どこに入れてくるか。ストレートを打ってライナーになった。ライトの前、ヒットになりました。ヒットになる。代打成功。三塁ランナーが今ホームイン。今セカンドランナーもホームイン。6対3、ライトへのタイムリーヒット。2点を追加。その差は3点になりました。古木さん、なんとも悔しい降板となってしまいました。まあ、この内容だったら交代もあるでしょうね。いつもの調子ではありませんでしたよね。スワロー、ここで2番手ピッチャーにスイッチします。押しも2アウト。ランナー1塁の場面でマウンドに上がります。カープ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。次のバッターを迎えます。豊田、バッターボックスに入ります。初球はどうか。初球は低めから来ました。この回リードを奪われました。2球目はどう攻める。入れてきました。速いボールで追い込みました。このバッターでこの回8人目となります。引っ掛けた感じになりました。打球はピッチャーの横。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。ファンの歓声を浴びながら気持ちよく守備につきます。そうですね、本当この瞬間が気持ちいいんですよ。少し照れくさいという選手もいますよね。さあ、今日初めてのピッチャー交代です。横山、3点リードの場面で登板となりました。スバメ打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。7回の表、スワローズの攻撃。6番からの打順になります。浜中、打席に入ります。第1球は今のはバッターに当たりそうなボールでした。最初はボール。1球外しました。ここは大きな変化球を見せました。3球目はどうする。まっすぐが決まりました。外の球は外れています。
フルカウント。さあフルカウントになった。よく見ました。チャンスメイクしていきます。まあでもフォアボールのランナーは得点に結びつくことが多いですからね。はい、よく聞きますが、やはりチームとしての緩みなんでしょうか。試合前の練習ではいい当たり出てましたからね。実にタイミングよく右左に打ち分けて練習をしていた試合前です。いや結局ね、試合前の打撃練習をおろそかにする選手はダメですよ。初球は手を出しません。外へ、1球2球と外へ行きました。フォアボールのランナーを許しています。行きました。低い打球は止まりました。ファーストランナーは2塁ストップです。ここでヒットが出た。ファンの期待にどうしても応えたい相川、その注目のバッターボックスです。初球から打った痛烈な打球、外への変化球を外れました。外へ2つ続けました。3球目、これはまっすぐ、ライナー性の当たり、あっとライトの前に落ちた。ファーストランナー二塁回った。ライトからサードへ。セカンドランナー今ホームインした。野球は点取りゲーム、取れる時にはどんどん取りたいですね。チャンスが巡ってきた時は貪欲にということですね。そう、チャンスが来たら食らいつくという気持ちを常に持たないといけませんからね。さあホームランで逆転のこのチャンス、スワローズピッチャーに回ったところで代打を告げました。タオさん、ここで好投のピッチャーを変えますね。まあいいピッチングだったんですけどね。そうですね、好投してましたからね。まあ、やっぱり確実にね、一本欲しい場面です。痛烈、初球しっかり叩いた。どうだと言わんばかりの打球でした。逆転のスリーランホームラン、会心の当たり。バレンティ広島の空にアーチを放ちました。今逆転のホームイン、7対6、3点が加わります。逆転成功、1点のリードに変わりました。ああ、この表情です。未だワンアウトすら取れません。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。ここで奪った主導権、勝利に結びつけなければなりません。さあこの試合2回目のピッチャー交代です。チリ1点差という場面、ここでマウンドに上がります。スワローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。打順が変わります。イーハラ、レフト、イーハラ、初球はストレートから入りました。山口さん、はい、三塁側です。どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは変化球、多分カーブ、いいところで打てたので満足満足大満足ですということでした。山口さんどうぞ。はい、ありがとうございました。この変化球はわずかに外れました。誘ってきましたが乗りません。7対6、この回逆転に成功、リードを奪いました。スライダー縦に変化します。この回逆転を許しています。決まりました。
この回スリーランホームランを許しています。まっすぐを打ってサードです。一塁に送ります。ファインプレーはアウト。いやーパオさん素晴らしい守備を見せてくれました。いい当たりだったんですけど本当によく取りました。本当固い守りでしたね。サードゴロに終わりました。バッター田中裕康。何を投げてくるか。初球はボールになりました。まっすぐ打ちました。ピッチャーの前になります。ランナーが出る。スワローズヒットの数を8としています。さあそしてクリーンナップを迎えます。青木打席に入ります。どこから行く。まずは初球見送りました。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。直球で切れました。2球ともインコースを攻めています。この回リードを許しています。様子を見ていった。これは微妙なところ。ちょっと際どかったんじゃないですか。よく見ましたね。さあ4球目インコース外れて2-2。低めのボール打ってしかし今の打球はファウルです。この6球目打ちました。低い打球になりました。これでアウトが2つ。セカンドフライに終わりました。次のバッターとなります。ホワイトスバッターボックスに入ります。第1球最初のボール外れました。この球は外いっぱいに決まった。この回リードを奪われました。3球目はどうする。スイングして空振りです。この回は打者8人目まで攻撃が続いています。あっとスイングアウト三振クリアアウトチェンジ。黒木さん高めをうまく使ってきました。思い通りに引っかかりましたよね。そうですよね。いいボールですね。1球って言いますか跳ね上がるような感じですよね。うまくいきました。7回の表が終了。スワローズ7-6逆転に成功しています。スワローズ3番手のピッチャーを送ります。渡辺1点リードの場面でマウンドに上がります。カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。7回の裏カープの攻撃2番からの打順になります。東出打席に入ります。第1球は変化球打ちました。取りました。1塁へ送ります。アウト。ピッチャーゴロに終わりました。スワローズ3回目のピッチャー交代です。増渕ワンアウトを取ったところでの登板になります。カープ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。次のバッターに変わります。広瀬打席に入ります。
初球はどうでしょうか。最初はストレートから来ました。149キロです。次のボールは狙っていって空振りです。ピッチャーこれはしてやったり。外これはどうか。パオさんちょっと際どかったんじゃないですか。バット出しませんね。ストレート持ってきました。タオさんちょっと際どかったんじゃないですか。際どいですけどね。左へのフライになった。取ってこれで2アウト。レフトフライに終わりました。バッター栗原。初球は手を出しません。2球目はどうか。外れています。これはストレート。内に持ってきました。一塁に送ります。アウト。グラブさばきには自信があります。いやーパオさん見事なプレーでしたね。いい守備を見せましたね。いやナイスプレーです。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。7回の表裏を終了。カープ3回目の三者凡退に倒れています。この場面で4番手のピッチャーとなります。豊田1点リードされた場面での降板となります。スバメ打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。8回の表スワローズの攻撃。バッター畠山。試合を決定づけるには得点が欲しいところです。最初の1球は何か。ちょっと今のは危ないボール。最初は見ていきます。ここは外してきました。すぐ持ってきました。続けてボールになりました。ストライクが入ります。7対6終盤逆転に成功しています。低めの球ストライク。次が5球目。当てただけのバッティング上がりません。ファーストフライに終わりました。
そして次の6番浜中バッターボックスに入ります。最初から際どいコースできます。今度は落としてきました。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。そして次の7番宮本バッターボックスに入ります。第1球はどうか。最初はフォークから入りました。2球目はどうでしょう。これは入りません。このボール球には手を出しません。またスライダー落としてきました。低めが3つ続きました。上がった。ありました。3アウトチェンジ。ゲームは8回の表を終了。スワローズ5回目の三者凡退に倒れています。この試合4回目のピッチャー交代です。松岡1点リードという場面での登板です。しっかり抑えてくるんでしょうか。8回の裏カープの攻撃対します。この回の先頭豊田打席に入ります。初球わずかに外れてボール。コーナーを狙います。2つボールが来ました。さあ3球目ストレートで来ました。148キロです。バッティングカウントからの4球目今度は変化球。さあ何を見せるか。当てるのが精一杯。これでアウトが一つ。キャッチャーフライに終わりました。そしてバッターは6番岩本打席に入ります。初球振りません。2球目はどう攻める。ここは変化球。ここは見送ります。
次が5球目。低いボール取って一塁へ、アウト、一塁アウト、サードゴロに倒れました。次のバッターに変わります。石井拓郎バッターボックスに入ります。最初は見ていきます。どう攻めるのか。低め打ちました。打球はファーストへ。今のはファウルになります。変化球が低めに外れます。バッテリー1球外してきました。次が4球目。低めのボール打った。打球は左へ。ランナーが出ます。2打席連続のヒット。バッターランナーはストップ。1塁に止まります。さあカーブファーストに代走を送ります。赤松塁についています。さあそして8番に回ります。石原。最初のボールは初球ボール。この球は見ます。あっとボールです。バッティングカウントになったが、あっと今度は変化球。さあ何を見せるか。アウトコースへ決めました。さあフルカウント第6球。まっすぐ打ちました。中途半端な当たりになりました。今のはラインの外、ファウルです。次が7球目。ファーストランナースタート。スイングアウトの三振のシーンです。8回を終了。カープ得点はありませんでした。このピッチャーを変えます。岸本、1点差の場面での登板となります。スワローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。9回の表、スワローズの攻撃。この回の先頭バッター、愛川、チャンスの芽を出してダメ押し点を導いていけるんでしょうか。どこから狙うか。まずはインコース。ここは外してきました。今度は外に来ました。低めインコース。得点差わずか1点。スワローズがリードしています。ストレート、ショートへの打球、一塁に送ります。これはアウトです。ショートゴロに終わりました。カオさん、帰ってきましたね。帰ってきましたね。第1球はどうか。これは今度もショートへのゴロになりました。一塁へ、アウト、一塁はアウト。バッターいい反応。
初球スライダーで入りました。高めのボール球、思わず空振りです。キャッチャーのサインは、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。これが今の三振です。さあカープ1点を追いかけます。スワロー、ここで6番手のピッチャーにスイッチします。ニムチャイン、最小点差はきっちりと守れるんでしょうか。さあ最終回、注目のピッチング。9回の裏、最終回の攻撃です。トップバッター、前田、どうしても塁に出なければなりません。まず際どいコースから入りました。ストライク。このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。さあホームランが出るとサヨナラという場面。さあファーストランナーを変えてきました。向井、タオさん、この場面で映ってきましたね。嫌なランナーになりましたよ。必ず3球目までには走ってきますからね。そうですよね。この足を生かしたいですよね。バッテリーは嫌でしょうね。リードも大きく取ってくるでしょうしね。次のバッターを迎えます。豊木、アウトしました。取って一塁送球、これはアウトです。ワンアウトになりました。期待に応えたいこの場面、東出、その注目のバッターボックスです。最初の1球フライになった、ファウルになります。2球目です。膝元へ決めてきました。際どく攻めるのか。空振りの3球三振。最後はストレートで空を切らせました。いい場面で打席が回ってきました。広瀬、その注目のバッターボックスです。勝利まであと1人になった。最初のボールを決めました。いやー黒木さん、ナイスボールですよね。いいところにまっすぐが来ましたよね。そうですよね、勢いがありますよね。球速、コース、もう完璧ですよ。さあここからバッターをどう仕留めていくのでしょうか。速球できました。3球目スライダー、このスライダーで追い込みました。ラスト1球、あっと三振、試合終了。この試合は7対6、スワローズの勝利となりました。試合終了でございます。ご覧のようにこの試合は7対6で東京ヤクルトスワローズが勝ちました。勝ち投手マスコット、負け投手は横山。勝利監督を迎えてインタビューが行われています。
今日のゲームご覧いただいてまいりました。この放送の解説は田尾康さん、そして黒木智博さんでお届けしました。楽しい解説をありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。